皆さんこんにちは。さあ今日はちょっとこれね、自撮りスタイルで今こうハンディカムで、撮っておりますので、あんまり画質とか音とか、良くないかもしれないんですが、実はこれからですね、私たち、まあ今私たちの会社からですね、約3名ほど、イタリアへ向かいます。で、今からこのイタリアではですね、例えば、まあ、コーヒーの大会です、ラテアートの大会と、あとは、コーヒーカクテルの大会、そして焙煎の大会、まあ、ダブルラックって言われるもの、ワールドラテアートチャンピオンシップ、そしてワールドコーヒーイングとスピリッツで、ワールドコーヒーロースティングチャンピオンシップですかね、この3つの大会が、イタリアのミラノで行われます。で、まあ、そこでですね、他にももちろん、展示会のような形ですので、各いろんなエスプレスマシンのメーカーとかブースを出しているわけなんですが、このやっぱりコロナ禍ですね、私たち全く海外出張とか行ってなくてですね、かつやっぱりそのメーカーのところに訪問したりっていうのも、なかったので、まあ、ようやく今ですね、そういう規制っていうのがかなり、緩くなってきたというタイミングですので、3年ぐらいメーカーの人たちとも会っていなかったっていうところもあんまりね、あるので、やっぱりそういうところですね、実際にこう会って話すだけで、メーカー側の皆さんともやっぱりコミュニケーションも取りやすい部分もありますので、まあ、いろんな今回ミッションがあるわけですが、まあ、その道中、このですね、まあ、今撮ってるハンディカメラで、まあ、もちろんその仕事もありますけど、イタリアといえばもうバール文化ですので、街中にいろんなバールがあると思います。で、まあ視聴者の方から教えていただいたジェラート屋さんであったりとか、そういったところにもですね、足を運ぶことができればというふうに思ってますので、まあぜひですね、これ見ていただいている皆さんも一緒にこうイタリアに行くような、まあそういった気分をですね、少しでもこう楽しんでいただければというふうに、思ってこのカメラ回していっております。で、もちろん今回ですね、ミラノの他にもフィレンツェで、まあエウレカ、私たちが使っているエウレカのまあ、メーカーの見学といいますか、工場とかまで見学できるのかわからないんですが、あとは、まあ、ミラノの郊外にあるロケット車の工場もですね、まあ、工場が見れるのかわからないですが、本社を、訪れることができますので、そういったところはまた、ちゃんとしたカメラで、しっかり撮って、イタリアから帰ってきた後に、更新しようというふうに思っております。ではですね、まあ、ここからもいよいよ旅が始まるという形ですので、成田空港の第2ターミナルまで今から向かいたいと思います。はい。で、まあ、今回ですね、一緒に行く、メンバー合計3人、私含めて3人ですが、はい。まず、カメラマン。はい。もう知ってる人は知ってるかもしれないですが、高橋さん。高橋でございます。はい、ちょっと今、かなりうちの会社の仕事を徐々にいろいろやっていってもらってる状態です。はい。イタリア出張ということで、大変、なんかワクワクというか、もちろんプレッシャーも感じるんですけど、楽しみです。はい、今カルビーのポテトデラックス食べてます。ちなみにここなんでこうなったかっていうと、全く店がないっていう。そう、閉まってるんですよ。はい。めちゃくちゃ閉まってて、でゲート通ってからちょっとなんか軽食食べようかなって思ってたんですけど、もう状況が全然変わっちゃってます。はい。なんでポテトデラックス。いやこれも美味しいんですよ。大好きです。はい。って感じです。と、はい、後ろ側に。はい、あんまり YouTube には映りたくないっていうことらしいんですが、海外障害部の部長です。はい、島田さんです。はい、いつも海外のメーカーとの交渉を一手にやってくださってます。はい、この3人で行きます。今ドバイに到着しました。早朝の朝4時です。日本出たのが夜10時半で、10時間ぐらい飛行機乗ってたんですが、時差の関係で今ドバイは朝の4時です。ちょっと今から、ドバイ空港で時間を潰して、次朝の9時ぐらいのフライトでミラノへ向かいます。そしてドバイ空港はですね、成田と違ってすごくお店とかもちゃんと開いてます。ドバイ空港来るのは初めてですが、すごいなんか朝の4時にしては、にぎわってます。ちょっとね、本当に9時まで時間があるので、まあ、イタリアに着いてからのこととかを、ここでですね、みんなメンバーで、ミーティングをしようというふうに思ってます。そして、ドバイで、まあ、空港内ですけど見つけたのがまずコスタコーヒーですね。
はい、日本だとコスタコーヒーって今レストランの中にお店が入ったりして展開してるようなイメージ、まあここのコスタコーヒーでは、入ってますね、エスプレッソマシンが。メーカーはちょっとわからないですね。はい、じゃあミーティングが終わって今朝8時ぐらいですね。8時前。はい。ちょっと朝ごはん、ドバイの空港内で朝ごはんです。ちょうどね、丸ぞっこが入ってました、このお店。で、なんか、スマトラの、なんかあれですね。スマトラとインドとエチオピアの。はい。スマトラとインドとエチオピアのブレンドをなんか使って、なんかすごいコーヒーにこだわりがありそうなお店だったので、面白そうということで、このお店でモーニングに、しようという感じです。エスプレッソとカプチーノ。はい。今、私が頼んだのはアイスアメリカーノなので、アイスアメリカーノになってます。超深い。これはもうエスプレッソって感じ。エスプレッソです、ね。エスプレッソって感じ。はい。最近、浅めのばっかり飲んでたんで。はい。アイスアメリカーノ。めっちゃ泡立ってます。ちょっと寄ります。すごい泡立ってます。はい、ちょっとじゃあ飲みます。あ、めっちゃ深入り。さっき多分エスプレッソも深入りでしたけど、なんか寝起きにはちょうどいい味。すごい今目覚めましたね。結構ドバイの空港の中はですね、普通にエスプレッソマシンたくさん入ってますね。もう職業病的に見ちゃうんですけど、ではさ、下練りのアウレリアの4連ですね、プラス EK とミトスワンですね、入ってるという、すごいですね。はい、高橋が飲んでいるのはエスプレッソ。エスプレッソ、はい、シングルショット。シングルショット。なんかシングルオリジン。いや、これ多分ブレンドっすね。シングルオリジンのオーダーになってある。頼んだと思ったんですけど。英語は通じなかった。それは英語力の問題。はい、ダメでした。でも、さっきと比べて入りが浅いですね。あ、なるほど、なるほど。まあ、これすごいですね。もう、職業病ですね。エスプレッソ飲んでずっと味わいを話してるっていう。で、今飲んだ、今まあ、高橋が頼んだエスプレッソはすごく美味しかったんですよね。まあ、別に最初のお店が悪かったわけじゃないんですけど、なんかね、めちゃくちゃうまかったです。普通に甘さのも出てたし、エスプレッソとしてすごいいい味でしたね。はい。なんかいろいろ機材的にも意識高そうですね、お店でしたよね。まあ、4連の下練りが入ってるっていう、なかなか。EK とクライマーフローが。ね、そんな感じですね。フルソーク。はい。はい、今ミラノに到着いたしました。長かったですね。長かったですね。はい、トランジットあり。トランジットあり。今昼の2時過ぎです。イタリアの時間はですね、はい、なんか体がおかしくなりそう。どんどん遡っていく感じですよね、時間が。ミラノの空港ですが、ミラノ、ミラペンサですね。ミラペンサ空港かな。まあ、マルペンサ、ごめんなさい、マルペンサですね。マルペンサ空港です。結構にぎわってますね。今ミラノ駅に着いたんですが、34度ぐらいあります。めちゃくちゃ暑いです。やばいです。日本より暑いです。ちょっと熱中症にならないように、街を移動したいと思います。はい、今ミラノの、中央駅ですかね。はい、すごく綺麗です。無事ですね、ホテルにチェックインできまして、ちょっと今、まあ、これからご飯を食べに行くんですが、まあ、今6時過ぎですが、全然明るいですね、やはり。で、まあ、今、ちょっともう一回駅の中央のすごくこう
綺麗なので、そこ少し見ていきます。ミラノのセントラーレ駅ですかね。はい、すごく、やっぱりインパクトありますね。駅の中央、なんだろう、この、正面の入り口っていうのかな。はい、では、晩ご飯を今食べに向かってますが、やっぱりですね、こうミラノの街を歩いて思うんですけど、高い建物っていうのが本当にないですね。基本的にこうなんかそこまで高層ビルっていうものが全くないので、なんかこの建物の雰囲気が全然壊れてないと言いますか、そのままな感じですね。ピッチェレ、ピッチェレ、イタリア一発目、本当にもう街の今ご飯食べるところで入ったピッツェリアですよ、これね。エスプレッソ。これそのまま。あ、美味しい。美味しいです。お砂糖をしっかり入れて、いただいたんですけど、美味しいですね。お砂糖入れなくても普通にすごく美味しいです。すごくさらっと、もちろん苦さはしっかりあるんですけど、なんかこう引っかかることなくこう喉を通っていう感じのエスプレッソでした。ということで、今ですねホテルに戻ってまいりました。まだね、イタリアは今夜9時半ぐらいなんですが、外はまだかなり明るいです。明日の朝はですね、もう本当に5時半起きぐらいで、ミラノからフィレンツェに、一気にですね、電車で走りまして、フィレンツェの、郊外にですね、今私たちが販売しているエウレカのブランド、コンティバレリオ社っていう会社なんですけども、エウレカを作っているメーカーがあるので、明日はフィレンツェからスタートしていこうと思います。ですので、明日はフィレンツェで一日過ごして、そのまままた、夜はミラノに戻ってくる予定で、やっていこうと思います。でも本当にね、これ撮って、もうその日のうちに、こういう感じで YouTube にアップしていけるようにですね、このイタリア滞在中は更新していこうと思いますので、皆さんぜひイタリアどんな感じなんだろうとか、イタリアのちょっと空気感を楽しんでいただけたら、私たちもですねこの動画作りがいがありますので、あとぜひねコメントとかもよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。Baby, I don't get a clue.